人でやってる時は何にも考えてない。一人で作ってる時は本当に無心で楽しいですね。多分、僕の心が一番豊かな状態の時っていうのが、そのものを作ってる時というか、一人でものを作ってる時っていう、なんかすごいそれまで結構いろいろ考えてメンタルやられてる状態の時とかも、作り始めると無心になれて楽しくなるっていうのがあるので、何も考えてないです、越谷の伝統工芸品で、江戸仕立て都うちわ千鳥型っていうのがあるんですけど、それを、職人さんから教わって、で越谷を中心に作っている藤田と申します。はい、もともとその僕、会社員をしてて、いろいろ考えることがあって、何のために働いてるのかとか、何のためにお金稼いでるんだっけなとか、なんかその辺がなんかすごい忙しく働いてる中でだんだん分かんなくなってきて、その時結構いっぱい働いてたんで、ちょっと一回このお金を使ってちょっと世界一周、ちょっとバックパック持って、今後のためにもしようかなっていうところで、海外を回ってたんですけど、でその回ってく中でちょっとブラジルの農園のところにちょっとお邪魔する機会があってくれたやつもあって、そこが日系のブラジル人の方たちが3、40人で暮らす農園なんですけど、結構毎日農作業とかをするような状態なんですけど、自分たちで使うものとかを自分たちの手で作るっていうものづくりがすごい盛んに行われてるっていう状況があって、作ってる人たちを見た時にめちゃめちゃかっこいいって思ったのがあって、それはもう感覚的なところなんですけど、で、なんでこの人たちかっこいいのかなっていうのを考えた時に、なんかすごい生きる力、サバイバル力っていうのか分かんないんですけど、生きる力がすごい強い人たちだなって、そういうのブラジルのものづくりを職人さんたちを見た時に思って、生活するために必要なものも全部自分たちで作るし、生活を豊かにする楽しむために必要なものも自分たちで作れるっていう、その力がめちゃめちゃかっこいいなってその時に思って、それで自分もものづくりをやりたいなって思いになりましたね。その人たちに、なんか日本の伝統工芸品とか日本文化っていうのは、世界に誇れるものだから、それを若い人たちが引き継がないでなんかなくしちゃうのはすごくもったいないことだよっていうのを言っていただいて、それ言われた瞬間に伝統工芸品の職人さんになりたいっていう気持ちがそこで初めて芽生えて、でそう思った時に日本のことをまず自分は知らないなって思ったし、僕が住んでる埼玉県っていうところもまず知らないなっていう気持ちになって、でもうそれがだんだんローカル志向になってって、もう僕の地元の越谷市のことをまず埼玉の人に知ってもらって、でそれがだんだんなんか派生してって、世界に
まあ、自分のやってることとかを、まあ、結果的にそっちの人たちにも知ってもらえたらいいなっていう、まあ、気持ちがあって、それはよし、で、別にあの伝統工芸品何がいいかなみたいなのは、まあ、全然考えてなかったんですけど、たまたま紹介していただいたその伝統工芸品を見た時に、うん、なんかすごい素晴らしいなっていうふうに思って、でちょっとそれで教えていただくっていう流れになりました。この作業がね、僕も永遠にできるんですよね。そう、できれば僕もあのずーっと作って作れたらなんかいいなと思うんですけど、活動自体は、まあ、主に、まあ、うちわを作ってるってところなんですけど、クリエイティブシェルパっていうあの団体を作って、それで伝統と福祉を掛け合わせて、まあ、伝統工芸品、まあ、後継者のね伝統工芸品を、守っていこうっていう活動を、まあ、僕だけじゃなくて福祉施設の方々とか、あとは協力してくれてる、まあ、クリエイターの方とか作家さんとか、まあ、そういう方たちと一緒にちょっとその辺を盛り上げていきたいなっていう活動をしてます。大きな目的として、まあ、伝統と福祉を掛け合わせることで、まあ、後継者のいない伝統工芸品を守るっていうところが、まあ、大きな、ところなんですけど、具体的に言うと、なんか伝統工芸品とか職人の技をその継承する時の流れみたいなもので、主派理っていうものがあるんですけど、まあ、その大まかにその流れでクリエイティブシェルっていうのは活動していて、まずその最初の主っていうところで、まず職人さんの技術を、僕がもう完全に、継承する。まずやり方をちゃんと僕が覚えるっていうところ、それが主で、でその次の歯っていうところで、じゃあこの、受け継いだ教えてもらった技術を今のやり方で、まあ、受け継ぐ方法があるんじゃないかっていうところを考えて、今の時代に合ったやり方で継承するっていうところなんですけど、それをクリエイティブシェルパでは福祉施設の方々と一緒に、まあ、やろうっていうところで、精神障害とか発達障害の方々ってすごい細かい作業が得意な方々っていうのが結構いて、まあ、木をこうやってもうすごいひたすら削るって作業が得意な子もいれば、まあ、こういう感じであの竹をもうこうやって並べる、等間隔で並べるっていう作業が得意な子もいるので、まあ、そういう方たちに作業を分散して覚えてもらうっていうところ、まあ、そこが主張でいうところの歯になります。
で、その最後の宗派理のところで、まあ、そういう形で守ったものを、もっと発展させていくっていう意味で、まあ、絵を描く方だったりとか、まあ、これを使って、まあ、空間をデザインする方だったりとかで、まあ、それ以外に多分他の伝統工芸品とかも多分いろいろ入り込む余地はあると思ってて、漆だったりとか、なんかそういう藍染めとか染め物とか、まあ、着物の生地でうちわを作ることもできるしとか、まあ、だから僕たちが作るものはなるべく色のない無地の、まあ、紙を使ってなるべく自然体で無垢な状態のものを作るっていうのは意識していて、もともとその後継者がいない状態で引退するっていうお話を去年までされてたんですけど、それのその理由っていうのが、そのうちわの持ち手を作る方がその引退しちゃったっていうのがあって、で本当にそういうのが一個、もうこれを作る人がいなくなるだけでうちわが作れないっていう状況だったんですね。まあ恩子自身じゃないですけど、昔のやり方はしっかりちゃんと覚えるっていうところはまず僕はすごい大事にしてるんですけど、まあ、それを踏まえて多分僕がそのまま師匠のやり方のまま、その技術を自分のものにしてやっても、多分師匠が今後継者がいないように、僕も多分将来そういう問題に直面するなっていうのは分かってたので、同じやり方はもうないっていうところで、もう今の、作り方と今の表現の仕方を考えてるって感じですかね。いろんなつながりができればできるほど、まあ、困ってる人がいるっていうのもその時は知るわけだし、海外世界中に、まあ、それを知った時に、自分ごときじゃその世界中の人たちをのためになることはできないな、まあ、日本、それはなんか日本でも日本全国の人たちのためにできることはないなっていうのをまず悟ったんですね。でその時に自分でもできることは何だろうって考えた時に、本当に自分の家族とか、おじいちゃんおばあちゃんとか恋人とかお友達とか、そういう人たちに自分の知ってることを教えてあげるっていうこととかはできるなっていうのがあって、それがなんか結果的に、まあ、今すごいうちわがイタリアとかフランスとかにからお声掛けいただいて、そっちの方までなんか広がってるっていう状況があったり、日本全国とか世界のところ人たちに届いてるっていうのがあるので、なんか本当になんかいい方向に行ってるなっていう気持ちはありますね。周りのやつを切るっていう作業なんですけど、
すごい遠いところにいても多分気持ち的に近い人が多分いるじゃないですか。そういうやり方とか理念とかにすごい共感してくれる人、それなんか物理的な距離じゃなさそうですよね、もはやね。距離的には離れてるけど、本当になんかそのなんだろう、共感してくれた人たちとつながれてるっていうか、僕の両親とかもこの千鳥ちゃんの存在も知らなかったんですけど、本当に距離的にはすごい近いところにあったのに誰も知らないっていう状態が今まであって、それがなんかちょっとでも変わったら、まあまずそのせめて越谷の人たちには知ってもらいたいなっていう気持ちはありますね。僕自身もなんか、適材適所じゃないですけど、多分どっちかというと社会から逸脱したような人間なので、なんか本当にそういう意味でも社会とつながるきっかけをこのうちわがくれたなって僕は思ってるので、そういう人が社会とつながるきっかけになるような人がどんどんうちわを通してそういう人が増えたらいいなと思ってます。千鳥うちわだけじゃなくて、多分こういう伝統工芸品ってなくなってるんですけど、そういうのを伝統×福祉っていうやり方で守れるものがあるっていうのを知ってもらいたいし、それをどんどんいろいろ試していきたいなと思ってますね。今若い人たちが伝統工芸品をの職人っていうのを職にしてやっていくっていうのは結構厳しい。多分きっとすごいものづくりが好きな人っていうのはすごいたくさんいると思うんですけど、もうそこを大人になったらやるっていう選択肢がそもそもない多分状態ではあるなと思っていて、今の職人さんとかもその辺が分かってるから、こけしは取らないっていう人たちが結構いたりして、ただ逆になんかいろんな仕事をしながら、例えば本職がありながら、伝統工芸を学ぶっていう選択肢もあるかなと思っていて、なんかそこはクリエイティブシェルパーがその窓口になれてでもいいなと思ってるんですよね。なんかいろんな伝統工芸品が使って、多分僕みたいな人が増えるのが別にクリエイティブシェルパーとしては一番意味のあることだなと思っていて、伝統工芸品の技術を自分だけのものにするんじゃなくて、なんかそういう伝統をかける福祉っていうものに意味を見出して活動してくれる人が増えたら、クリエイティブシェルパーとしてはすごいありがたいし、僕としてもありがたいなと思ってます。誰かのために何かをしてあげるみたいなスタンスでは全然なくて、気持ち的に支援をしてるっていう気持ちでは全然なくて、むしろこの環境にがないと多分僕はダメになるし、逆にこの環境で楽しんでくれてる人がいるっていうので、この状態に救われてる人間っていう、ところは伝えたいこんな感じですけど